皆さんどうも、マキです。今回はね、今イベントのミスコンプニガミとかが持ってるね、このおはじき永久特攻スキルが、ついにね、4体もね、いるってことで、まあ今回はね、これ全員を入れたね、パーティーで、おはじきね、どれぐらいダメージが出せるか、やっていこうかと。で、現状ね、リムル、クロセンマ、メグミン、プニガミがいるって感じから、まあ、全部揃ってる人はさ、なかなかいないと思うんだよね、俺みたいにね。だから、せっかくね、俺は全部揃ってるんで、やっていこうかと思うんだけど、で、プニガミで、そう、ちなみにね、抽選スキルの結果は、おはじきだったんだよね。だから、まあ、せっかくだからやるって感じなんだけど、みんなはどうだった？まあ、まだ抽選した人さ、少ないと思うんだけど、まあ、結構みんな言ってるのは、女の子アップの方がいいよって言ってる人多いから、まあ、俺も、この動画撮り終わった後、ワンチャンね、女の子側に変えるかも。うん、動画的にもね、女の子をスキルにして、ちょっとやりたいっていうのもあるからね。じゃあ早速、元気10でね、通常でどれぐらいダメージ出るか、やっていこうかと。まあ、ミッション来るか来ないかとかダメージね、結構差出ちゃうと思うんだけど、まあ、ある程度ね、どれぐらい無特攻出るか、わかるんじゃないかと。まあ、でもさ、もう永久特攻4体になるとさ、ワンチャンその、難しい方のレベル10とかも全然さ、永久特攻4体で、うん、特攻なしでもね、多分いけちゃうと思うんだよね。ちょっとの課金とかできれば。うん、ワンチャンス無課金もね、頑張ってドリンク貯めればいけると思うから、いや、結構今のおはじきって、もうね、無特攻、もういけちゃうよ時代になってるよね。まあ、前からではあるけどね。てか、相変わらずね、火力やばいわ、無特攻なのにね。無特攻ってこれ言っていいかわかんないけど、もう永久特攻スキルは、もう相変わらず強いっすね。うん。まあ今回だったらリムルがね、種族相性唯一有利取れるから、まあ一番強いって感じにはなるかな。で、プニガミはね、ちなみにまだね、G1 なんだよね。だから G ね、5にしようか、ちょっと迷ってはいる。うん、G 種今結構余ってるからしてもいいんだよね。で、メグミン、クロセンマ、リムルは当然 G マにはなってるかな。うん。さあさあさあ、これでラストと。いや、でもさ、もうダメージね、めちゃくちゃ削れてるから、いや、これフルパワーで言ったらね、ちょっと今回あんまミッション来んかったよね。多分見てなかったけどね。ミッション来たらもっと出るわけだから。いや、全然いけそうだわ。うん、難しい。というか、HP 多い方来てもね。いや、だからさ、やっぱおはじきはね、無特攻でも全然戦えるから、ゴルフは特攻1体しかないけどね。そこがね、やっぱいいイベントだよね。今まで3体でもさ、全然良かったのにさ、今回4体目来ちゃったからさ、なんかいつかさ、もう1体登場さして、もう永久特攻スキルパーティーみたいなさ、おはじきのね、作れちゃいそうだから、いや、それもね、楽しみにはなってきた。うん、もう必要ねえよみたいなとこあるけどね。ということで、今回ね、おはじき永久特攻スキルね、持ってる4体でやってみたんだけど、いや、余裕でね、もう無特攻とは思えないぐらいね、簡単にね、結構のダメージ出せたんで、まあそうだね、特攻なしでもね、このキャラたちがいればね、今後もある程度攻略はね、やっていけるんじゃないかなと思いますわ。はい、というわけでね、今回は以上になります。よければ、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。